こんにちは。こんにちは。神根拓馬です。作品についてちょっとお聞きしたいと思います。はい、この作品の、なんかテーマというかコンセプトというか、をちょっとお話しいただければと思うんですけど。まあ、普段作ってる作品が、はい、まあ、ちょっとこれが結構それに近い状態なんですけど、もう仏像であったりとか、もしくは日本美術であったりとかっていうところをちょっと抽出してフィギュアとして作品を展開しています。で、まあ、今回は1点ずつこういった形で展示台の中に封じ込めてるんですけど、普段は結構空間表現として作品自体のテーマを持って空間の中でどういう風にしたい配置していくのかということも考えながら、こういった立体作品と空間表現を合わせて作品展開をしています。で、今回はちょっとこれ3点で1シリーズなんですけど、愛染明王っていう、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、陶板のキューピッドがいるんですよ。キューピッド、そうです、はい。で、ちょっとこれ作った時期がちょうど去年のいくつか展覧会、そのコロナ禍の中でやったんですけど、その時にちょっとコミュニケーションというもの自体とちょっと合わせながら作品を展開する時があって、でちょっと人と人とのつながりっていう意味で、僕の中ではちょっとキューピッドっていうものをちょっと取り出したいなっていうところからスタートした作品展覧ですね。で、ちょっと日本画の中、日本画というかその仏画の中でちょっとこういったこれ獅子と獅と伊蔵、まあ、ちょっと神聖な聖獣なんですけど、それが描かれているこの愛染明王の図があるんですね。で、そこからちょっと今回エッセンスを抽出して、まあ、中心にこれを持ってくると。で、あとそういった聖獣のシリーズで、獣のシリーズも前からその仏像と合わせてちょっとやってることでもあるので、今回それの取り合わせでちょっと三つどもえというか、三つの作品として展開しています。で、本来はちょっと愛染明王っていうのは本当赤とピンクなんですよ。で、それが結構その昔から言われてる姿であるんですけど、でちょっとさらにそこにもう一ひねりちょっと言葉遊びが入れてあって、これは漢字名で愛染、本当はラブの愛なんですけど、これは藍染めの愛を使ってます。それでブルーなんですね。なんでかっていうと、ちょっとその江戸時代らへんに染色屋さんたちがその藍染めを、その人と人とのつながりっていうのは同じなんですけど、そことお客さんとその反物屋さんと着る人つなげるための言葉遊びとして、そういった藍染めをっていうブルーですね、ジャパンブルーを持ってきたっていう言われがあるんですね。で、本来ならばちょっと去年オリンピックの年だったので、それも含めてちょっと事前に用意はしてたんですなるほどね、延期になっちゃいましたねちょっと残念なことになっちゃったんですけど、まあ、作品としては僕の中でテーマとしてちょっと作ってたものでもあるので、ちょっとそれは完成させるという方向で去年は作ってました。なるほど。で、その中から持ってきた作品になります、ね。はい、そうですね、ちょうどオリンピックやってればブルー、ジャパンブルーでね、
良かったんですけどね。ちょっとあるそのキュレーションの人から言われて、本来最初に計画されていることはやっぱり外人さんがいっぱい去年来る予定だったというところもあって、ちょっとそういったその日本古来の美術と、まあ、西洋の美術のこうコラボレーションとか、ね、そういった形で展開ができないかっていうところはちょっと言われてたことなので、まあ、それをこれから先またできる機会があると思うので、まあ、ちょっとそういったシリーズも含めて制作はしています。これ素材は何でできてるんですか？素材は樹脂と金属とガラスとかですね、はい、僕もちょっとね近くで見て、樹脂の部分はなんか 3D プリンターとかそういうのをやってる感じですか？やってるように見せてるんですよ。見えますよね。え、ひょっとして手彫りですか？そうです。すごいですね、それね。ちょっと僕自身がその樹脂のプロフェッショナルというかを目指してはいるので、いろんな樹脂の、スキルを上げながら作品を作ってます。で、まあ、年々によっていろいろな樹脂っていうのは開発されてくるので、まあ、普段使っているのはエポキシ樹脂であったりとか FRP の樹脂であったりとかするんですけど、その中でもちょっとスキルが上がればだんだんと形が変わってくるっていう形ですね。まあ、その作品のコンセプトに合わせても樹脂は選んでいるので、ちょっと一旦見た目は分からないと思うんですけど、これいろんな樹脂の融合体なので、部分部分で使ってるもの自体はちょっと違いますね。じゃあ樹脂と金属も使われてるんですかね。そうですね、はい、結構緻密に作ってますよね。僕上根さんの作品は1個買わせていただいて、はい、まあ小さい作品ですけど、ちょうど青山でグループ展で見て、それが多分最初なんですよね。で、タツノコの四国の展示にも、あれ空港、徳島空港だっけ？高松か。あ、そうですよ。徳島空港でもないのにね。高松空港にちょっと飾ってあって、はい、僕らね、ちょうどその作品の前で、はい、高松のラジオ局にインタビュー受けて、今回四国全体でイベントやるっていうこと、はい、で作品がね素晴らしいってコメンテーターの方々もみんな言ってましたよ。空港に飾ってあって、なので、まあ、今回このプレイストア展は、はい、まあ、実はプレイストアっていうウェブのショップがありまして、そことこのライブ配信が連動する形で、まあ、アーティストにこうやって作品を説明をしていただいて、で、ウェブで買えるという、でプラス僕はちょっと上根さんにはこのプレイストア一つの特徴としては、アーティストさんと企業さんとコラボレーションして、まあ、作品以外のまあ、グッズみたいなものを作っていくっていうのも一つのコンセプトなので、まあ、今回参加いただいたので、はい、何か3D でもいいし 2D でもいいんですけど、なんか作品作っていきたいなと思ってるんですね。ありがたい、はい、なので逆に、まあ、今すぐじゃなくていいんですけど、はい、こんなものをグッズとしてこんなものが欲しいとか、っていうのがあれば、ぜひですね、はい、今回行っていただいてちょっと企業探してね、作れたらいいなと思うんですけど、何かあります？今パッとやっぱりちょっといろんな、なんていうんですかね、作家さん知り合いでちょっとガチャガチャの会社とガチャガチャで、はいはいはい、コンテンポラリーアートの世界からガチャガチャ自体のグッズを展開するっていうことも、はい、知り合いで2人ぐらい今いたんですけど、うん、まあ、そういったところにも作品が食い込めればいいかなっていう。なるほどね。あれバンダイどこだっけ？バンダイかな。うちもなんかトリッキーがあるのでちょっと交渉して
前ね、ちょっとガチャガチャの展覧会ギャラリーやりたいなと思ってたんですよ。でそこも含めてちょっとじゃあトライしてみますね。僕はそれは興味が、まあ立体のアーティストさん 5,6 人集めてガチャガチャの機械をギャラリーに置いてで買えるようにやりたいなっていうのが あったんですけど、まあちょっとねコロナでもういろんな企画うちもちょっと飛んでて、ちょっとこれからね、まあ、今回初のリモートで、配信していきますけど、こういう形も一つの選択肢としてやっていけたらなと思うんで、ぜひ今後もご協力いただければと思います。ということで、かみねさんの作品は3つでコンセプトだから、できれば3ついっぺんに買ってもらった方がいいんですよね。いやまあ、気持ち的にはそうですね、はい、思いますけど。ということでプレイストアのウェブサイトで、販売をしていこうと思います。それからね、先ほどかみねさんが言ってくれたあの企画、を、具体的に詰めていって、まあ、その時またあのゲストとしてお呼びしたいなと思うんですけど、ちょっと頑張って企画立ててみますので今後ともよろしくお願いします。じゃあ今月のですね30日まで、配信続けていきますので、上野さんの方からもぜひシェアしていただければと思います。はい、じゃあすいません今日ありがとうございました。会期中よろしくお願いします、はい。